赤市サービスエリアは、兵庫県赤市大久保町松陰にある、第二神明道路唯一のサービスエリアである。上り側エリア、下り側エリアとも、第二神明道路本線の北側に隣り合って、立地しており、上下線の人の往来は自由にできる。また、一般道路からもウェルカムゲートを通して、施設の利用ができる。それぞれ売店、トイレのある建物と駐車場、給油所があり、 境界部分にはレストランのある建物と道路横断施設を及び人計がある。北隣にはウェルカムゲートを通して人の出入りができる石が谷公園がある。広い敷地内には中央体育館をはじめ乗馬場、売園、遊びの丘、石が谷ハーブガーデンズなどがある。公園内には牧場施設を用していることからサイロを見渡すことができる。 ホームページはこちら2011年4月21日に施設のリニューアルを行い、レストランや売店、スナックが従来のレストラン部分の建物に集約された。このレストラン、売店、スナックは店を介して上下線間で行き来できる。また、それに先立って2011年3月31日にレストラムーン群の隣にあったトイレもリニューアルした。 従来は平屋で下り線側に段差が生じていたが、2階建てとなって、下り線の段差が事実上なくなった上に、リバーストイレ式となっており、平日と、と休日で男女の便器数が入れ替わる仕組みになっている。なお、従来の上下線にある売店、スナックトイレはそのまま別館として使用されているが、スナック部分は、うどん店に変わっている。 24時間営業の売店やスナック機能が本館にある関係で24時間営業だった別館の営業時間は本館より短縮されている。日時計、ありがとうございます。